木馬館は東京市台東区浅草に存在する大衆演劇の劇場である。木馬館の1階部分が後に木馬亭と呼ばれ、老曲の定石となる。1907年、昆虫学者、縄安氏は日露戦争の勝利記念に昆虫館を建設したいと考え、東京市に昆虫知識普及館を設立、戦争時脇の土地を対応される。 こうして、4月21日に、通俗教育昆虫館の名で開館した。川端やすなりの筆になる、浅草紅内団の中にも、花屋敷と昆虫館、この二つの小屋が、浅草の家庭的な遊び場として、諸君に知れ渡っているのは、もちろんトラ夫婦の寝相のためではない。メリーゴーラウンドの木場があるからだという一説から、施設内での出来事が描かれた。 会館当初こそ人気があったものの、すぐに経営は行き詰まり、1918年、根岸吉之助率いる根岸工業部に経営が移った。出雲出身の春子、八千代、清子らの山マ家三姉妹等が専属として所属。他に、浪局、講談、漫才などを色物として入れる。木馬館で漫才を上演したことがある大空ヒットと、 三空マス木場設置時代を忍べるものとして、現在は一階入り口脇に木場のモニュメントがある。明治時代次第時点、第二巻、P990、川端康成全集第四巻新潮社1981年、P69AB、東京人3 8十号、P30 時代の証言者老局の聖地を守る、根岸京子。 十八読売新聞二千十四年八月二日、木馬館今着。奥山お参り町商店街。二千十六年十月八日閲覧。日本芸能史、p 百五十五根岸吉之助本人談台東区教育委員会、浅草ロック p 四十一時代の証言者浪曲の、聖地を守る根岸京子。七読売新聞二千十四年七月十七日。 ABC 朝日新聞1八十四年七月三日付二十世紀の奇跡1八十二木馬館復興 APP カンパニー江戸東京芸能地図体館朝日新聞1五十六年六月二十二日付東京面建物万歩浅草の木馬館来月には取り壊すただ次郎実録浪曲誌 p 三百七十エビーネモトケ私の昭和史 木馬館と安い説。そして、老曲の輝き。松戸読売。h t t p w w w m a t s u i o m i c o j p s h o w a s h i s h o w a s h i b n 0 0 8 h h t m l 2016年10月8日閲覧。 朝日新聞1963年10月8日、浅草、木馬館の昨今影の薄い安ぎ説。朝日新聞1967年8月24日、夕刊最終面、木馬館が、漫才定席に朝日新聞勇敢1970年6月1日付、浅草に、老曲の寄せ。朝日新聞1984年5月29日付20世紀の、奇跡1159。 あらえさっさ読売新聞、読み出す文書館1996年6月18日、定番ですよ。篠の原演芸場大衆演劇の歴史そのもの、身の久ごあれ、浅草木場館日記 PQ 大衆演劇ファンのための情報サイト、演劇ネット、浅草木場館の説明ページ、桂米団を収む監修、米朝沖土さん、一芸一団担当者、2016年3月、 P177, ありがとうございます。